はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回は最近作ったクリスマスのおすそ分けファイルを紹介していきたいと思います。ハロウィンのペーパーはちょっと1枚しかなくって、あと1冊しか作れなかったんですが、今回クリスマスのファイルを5点作ったので、そちらを紹介していきたいと思います。この動画を出している頃にはもう売れてしまってるものもあると思うんですけれども、おすそ分けファイルの動画を楽しみにしてくださってる方もいるので、今回も動画で紹介させていただきたいと思います。まず、こっちの2つがリボン式のもので、こっちとこっちはちょっといつもと違う形なので紹介させていただきます。ではまずこちらの新作のファイルから紹介していきたいと思うんですが、結構昔なんですけど、こういうちっちゃい名刺ケースみたいな、スタンプカードケースみたいなものを販売してたんですけど、そのサイズがたまったスタンプカードとかポイントカードとかを収納できるぐらいのサイズに作ったんですが、それを30ポケットとか70ポケットで作ってるのがすごく人気だったんですが、今回ちょっと新しくトレペで作ってみたので紹介していきたいと思います。こんな感じなんですけれども、全部中身は最近作ったフレークシールというか、この OPP テープで作ったシールを入れてるんですけど、こちらのファイルは、中身はこういうシールを入れてるんですけど、これ購入してくださった方には、スタンプカードだったりとか、フレークシールとかそういうものを収納していただけたら使いやすいんじゃないかなと思うんですが、スタンプカードも入るし、ちっちゃいものなら入るんですけど、中身紹介してたらちょっと時間が長くなっちゃうんですけど、こういうで全部ね、こうチョコのマステを貼ってこういう袋を作ってて、その中に入れてるって感じですね。カルルチャペットのやつとか全部柄がもう20ポケット分全部違うシールなんですけれども、ちょっと端と端にはね入れてないんですけど、こちらはクリスマス限定のものなので、今後販売する予定は今のところないんですけれども、限定ですね。このトレペはカラートレペになっていて、ピンクのトレペで作っています。なので普通のトレペよりもしっかりしてる、ちょっと高級な感じなんですけれども、長く使っていただけるかなという感じですね。でこちらが端がちょっとキラキラしているタイプのもので、こっちは音がその分パリパリしてて音がいいトレペなんですけれども、こっちは普通の白いトレペでマステをピンクにして可愛くしてます。はい、続いてこちらのファイルを紹介していきます。こちらもクリスマスの柄で、個人的にこのサイズはすごく好きなんですけど、何でも割といろんなもの入るっていうサイズ。蛇腹のいつも販売してるものよりはちょっと幅はちょっと狭いんですけど、でもこれぐらいの形って結構私好きで、可愛くないですか？それでメモだったりとか、これもね結構入ってるんですよ。これ5枚ずつ入ってます。4種類ペーパードールメイトですね。あとこういう、これはちょっとクリスマスのタグだったりとか、海外のポストカードっていう大きさじゃないんですよね。これブックマークか。でこの動画の後に出そうと思ってるものがあって、こういうの最近作ってて、また最近作った紙物紹介で出てくるかなと思うんですが、こう音がパリパリする袋ですね。またその動画も楽しみにしてもらえたらなと思います。そういう感じでクリスマスのペーパーナプキンとか、あとパックとかを入れてるっていう感じで、これもね使い終わった後いろいろ入れていただけるかなと思います。私のファイルを買ってくださってる方は、おすそ分けファイルが欲しくて買ってくださってる方もいると思うんですけど、こういう蛇腹系とかは使い終わった後に動画出してるんですけど、ラッピング袋を収納するのにもすごいいいし、レシートとかいっぱい溜まってきたもの入れたりとかするのもいいと思うし、何でもね、コレクションしてる紙物を入れたりとか、いろいろ使いいただけるかなと思ってます。続いてこのリボン式のファイル2点を紹介していきます。こっちがワンちゃんのクリスマスのペーパーですね。こういう感じの柄です。メリークリスマスって書いてて、リースとかが可愛いですよね。では紹介していきます。こっちは赤いリボンでちょっとクリスマス感、金もねクリスマス感あるかなと思ったんですけど、赤にしました。でこちらはここにね、ちょっとメリークリスマスのケーキに刺すやつなんですけど、ちょっと可愛かったのでこちらをちょっと挟めさせていただきました。何に使ってもいいんですけど、ちょっとおまけでつけました。でこちら、これもね今後ちょっと動画に出てくるかなと思うんですけど、さっき紹介した作った OPP テープというかパッキングテープみたいなもので作ったシールですね。剥がせるシートに貼ってあるので剥がして使いいただけます。こっちを紹介していきます。これちょっと最近入れてる海外のポストカードだったり、これもいろんなメモ入ってるものだったり、これもさっき紹介した5枚20枚入ってたり、いろいろこんな感じで入れてます。これもペーパーナプキンですね。でこちらはヴィンテージの素材を使っています。なのでヴィンテージにご理解いただける方のみご購入していただきたいなと思うんですが、こうヴィンテージのちょっと味がある感じのこう色合いとかが結構なんかヴィンテージならではの味が出てる紙を使ってるので、こうそういうのにご理解いただける方のみご購入していただけたらと思うんですが、メモですね。まずメモはちょっと一応そういうヴィンテージ系に近いメモを入れてみました。あんまりねこういう系のもの持ってないんですけど、まあ、ヴィンテージ系なちょっと大人っぽいメモだったり、あとはいつも入れてるような可愛いメモだったりとか、こちらもですね可愛い系のメモと、あとこれはトゥードゥーリストなんですけど、ちょっと可愛くて大人っぽいので、まあ、買い物リストですね、要するに。なのでもうお使いいただけたらなと思います。1ポケット目はこんな感じですね。で2ポケット目はこちらのカレルチャペックのワックスペーパーだったり、これはね1枚しかもうなくって、多分このポストカードなんですけど、こちらだったり、あとこれですね、袋。あとはこれもこの間紹介したこの袋ですね。こういう感じの。こちらも新しく買った袋で作ってます。上がこうちょっと冬の柄でとっても可愛いですね。はい。そんな感じでここはね、まあ袋だったりを入れてみました。このね、素材もめちゃめちゃ可愛いんですよ。よく見るとこういう感じで柄がとってもおしゃれです。で、こちらはクリスマスのペーパーナプキンを入れてます。クリスマスまではいろいろファイルに入れていこうかなと思って。で、こちらは私が作った袋にこういうパンをね、ちょっと貼ってみたんですけど。それで、ここはラッピング袋を入れてます。で、このラッピング袋だけじゃなくて、こちらまずパックですね。パックと、こちら私が作った袋なんですけど、こういうヴィンテージの素材で袋、平袋を作ってます。USA って書いてるのだったり、なんかこれおしゃれなんですよね。こういう素材すごくおしゃれで、でこちらもなんか可愛いですよね。こういうなんか柄のものだったり、こちらがどちら様って感じなんですけど、こういう素材でこれがね両面になってるんですけど、柄が一応中にあるんですけど、ジップ袋になってて、ここがジップになってます。ジップロックの素材とは違うので、まあ、食べ物とかは絶対入れないでくださいって感じなんですけど、まあ、なんか入れるのには普通にお使いいただけるかなと思います。という感じで、まあ、こういうファイルを作ってみました。表紙がクリスマスなので、中をちょっとヴィンテージ系にして可愛くしてみたんですけれども、ちょっと普段とは違うような感じのテイストで作ってるので、こういうヴィンテージ系がお好きな方にご購入していただけたら楽しんでもらえるかなと思います。続いてこちらですね。これはちょっとさっきのよりも表紙、まあ、どっちもまあ可愛いんですけど、こっちのはちょっと何ていうのかな、可愛いらしいこういうトイ系のね柄ですね。こういう感じのちょっと遊び心のあるクリスマスのデザインです。で金のリボンにしてあるんですけど、こちらもね中にはとさっきと同じようなものを入れてます。でこちらの部分もそういう海外のポストカードだったりメモだったりを入れてます。こちらもメモ入れてます。ちょっと時間を短縮させていただきますね。でこちらの部分にもさっきと同じ感じのメモを入れてたりとか、ちょっとメモが違うのもありますね。こういうメモも入れてたりします。販売してるページをご確認いただければなと思います。袋も似てるんですけど若干違う感じのものを入れてますね。パリパリ音がいい袋ですね。こちらもねちょっと素材がちょっとコーヒーみたいなのだったりとか、これすごいおしゃれだなと思ってこれを1枚目にしたんですけど、こういう柄だったりとか、ちょっとこれもちょっとクリスマスっぽいかなと思って、なんかこういうチェックがでペーパーナプキン入れてます。でこちらも同じように袋を入れていて、ラッピング袋を入れていて、このパンがちょっとさっきとデザインが違いますね。でこれも素材は全部一点物なので全部部分的にも柄が違うんですよ。で中に使った柄もこんな感じのちょっとクリスマス感のあるちょっとこういうケーキだったりとか、これもちょっとねクリスマスっぽいかなと思って、その中の素材もちょっと見たらわかるんですけど、これちょっとお料理の柄にしてみました。一応考えてちゃんと作ってるんですけど、はい、こういう感じでこれもさっきと同じでチップになってます。あとこれもねこういう感じの全部柄が違います。ほんと同じ柄で作ってと言われても作れないので、もうこの素材もないと思うので、全部ちょっとおしゃれな柄が好きな方にはぜひ買っていただければなと思います。こういうシリーズでどんどんいろいろ袋を入れていくので、それをなんかいろいろご購入していただいたらいろんな素材が集まるかなと思います。はい、こんな感じです。はい、というわけで今回は作ったおすそ分けファイル5点を紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。クリスマスまでの販売となっておりますので、欲しいなと思っていただけたらぜひメルカリの方覗きに来てください。もう売り切れてしまってるものも近々もしかしたら販売できるものもあるかもしれないので、予告なく販売したりするのでぜひフォローの方よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次回は作った紙物の素材などを紹介していきたいなと思うので、そちらも楽しみにしていただけたらなと思います。ではバイバーイ。